いやっちゃうよ。ライオンですので、今日もやっていくんですけど、今日はね、生打ちやっていきたいと思います。ということで、今ね、トロめっちゃ連敗して下がっちゃったんですけど、もう沼シオップ来たんですけど、まあ、ね、それまではね、めちゃくちゃの勝率高くて、もうベンベンにやって、で、トロ、最多トロがね、6977まで来たんですよ。そう、6977。7000リーチまで行って、無事、穴場にね、しばかれました。ってことで、その後に、日本のね、クロスが日本一うまいと言われている、はじめ社長にもボコボコにされ、まあね、ここまでね、その勢いのまんまここまで落ちましたね。ってことで、まあね、これから生マルチやっていきたいと思います。まあ、このくらいのトロ体で生マルチする人ってそうそうね、そんなにもういないと思うんで、まあ、ぜひね、見ていただければなと思います。ってことで、行きましょうですね。マッチングが遅いですね、非常に。まあそれはシャアなしですね、上位マルチなんで。あと今シーズン目標は7100いったらステイします。で、まあ7000は絶対行きたくて、でそれまで7100までは潜ろうと思ってますね。6664か、ちょい下かな。なんだろう、ラバー、ラバーでしょ。ちょ待って、めんどくせえな、どうしよう。いやー、なんか足された時にポイズンを回しておきたいから、これでいいや。おい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 、打ってねえだろ。待って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 、俺話してないんだけど、も最悪なんだけど。いやマジかよ、もう。ちょっと待って、本当に最悪。ちょっと待ってくれよ。あ、またこれだよ、もう。もう。最悪だ。あ、陸がギャングしかいないな、さては。多分、墓石がないな、きっと。で、今は、ラバナとギャングだから、この後は多分、ガゴムレとかが来ると思うんですよね。はい、だいたいギャングしかなくてエリポンだったらガゴ群れみたいなとこあるんで、ガゴガゴっすね、だいたいは。で、あと今相手の手札は本当ギャングいるんか、多分ギャングいてラバーってなってると思うんで、ここで多分ザップじゃなくてヤナアメとかだと思うんですよね。こういう感じの相手だと、エリポンのやつはだいたいファイボヤナアメみたいな、エリポンバルーンはだいたいファイボヤナアメみたいなとこあるんで、とりあえず、あー、めんどくせえ、ほんとに。あー、やだー、もう。あー。ちょっと待って、もう。もうやだ。ちょっと待った。いや、普通にいけるだろ、これ。ギャング切ったでしょ。陸いないから2枚、2つ折れる。これ、ファイボーとか出さんと、相手は。オッケー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 。あーだ、もうマジでやめてくれ、ほんとに。もう、これ以上俺をいじめないでくれ。あー、もう最初のポイズン、マジ。あー、また負けたよ、生マルチ。ちょ待って、ほんとに。いや、めっちゃトロ落ちたやんけ。切れそうなんだが。やばい、ほんと、超連敗してる。やばいやばい、この沼を抜けなければいけない、今。やだ、もうちゃんと今いい立ち回りのあれを紹介しない。ちょっと待って、消えるよ消えるよ。もうポイズン出ちゃったしな、構えしたらピョリンつって。悲しいわ、ほぼあったやんけな、本当に。もう、ディープドイル。
お、前トレハンにいた人だ。さては、なんだろうな、なんかゴレタが使ってるイメージあったよな。とりあえず小森セパでいいか。動かない。ユーノ。アウトロー。珍しい。迫撃かな。迫撃かなって感じではあるんですけど。なんだ、迫撃っぽいな、でも。ん？これいけそうやな。ん？迫撃じゃねえな、これなんだ？枯渇？枯渇かな？多分、端前に足すエリないと思うから。よいしょ。どうしようかな。とりあえずは、いやー、プリンス、スケラかな？スケラっぽいな、これ。スケラっぽいですね。多分スケラ。だから、アウトローでしょ？で、アウトロースキャラぐらいだな、やってくるとしたら。ほば。怖いですね。結構高めに行って早めに処理しないと。アウトローにはポイズン打っていきたいかな。これスキャラ来そう。よいしょ。まあこんな感じかな。これワンチャン端前にスケラ来る。プリンススケラ。よいしょ。やーだ。いや、ベビちゃん足せばよかったか。いや、待て、焦る時間ではない。オッケーオッケー。こっちからやってタルババを左側に転がすかな。よいしょ。いや、これは美味しいぞ普通に。でこれ多分フリーズ来るから、はい、これで守って、いや、いい。これはダメージは取られたけど、めちゃくちゃエリア取ったからこれでいい。オッケーオッケー。この防衛オッケー。これでオッケーだな。だいぶオッケーだな。オッケー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 。めっちゃ指かいてる。よいしょ。オッケーオッケー。こっち行けるな。突進入らないようにして、ホバが無限に働いてる。いや、これ受けいない。5コスないだろ今。いけよ。オッケーオッケー。これで一番こっちにベビドラ寄せて、そしたら行かないんですよね。よし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 。オッケー。まあ、プリンススケラスね、来て。なんでこっちに出しちゃう。来た、勝った。オッケー。
オッケー、グッドゲーム。危ねえ、めっちゃ危なかったな。あー、危なかった。やばくない？なんかさ、単純に上手い人が増えすぎてさ、今俺がいるの多分250ぐらいなんだけど、普通に上手いですね。あと1戦かな。負けたらおかわりするけど、勝ったら終わります。いやー、7戦、とりあえず今日のうちに7戦踏んで、明日に100上げてフィニッシュしたいな。なんだ、名前でわかんねえなー、まだ。これ壊れるだろ。出すな出すな出すな、もう出すやん、すぐすぐ出すやん。いや虫かな、いや虫は良くねえな。 OK。 これはケツペッカだな、絶対に。これはケツペッカは逆サイ攻められてもある程度ベビドラで守れるのと、小物プラス穴掘りされても逆サイはねある程度守れるのと、やばい、でもこれちょっとやばいな、俺のコウモリが遅すぎて遅しオープした。こっちにアウトローがいるんだよな。でも重ねて出すか、普通に真ん中にギャング。おお、美味しい、めっちゃ美味しい。やばいやばいやばい、来た来た来た。これベビドラ全部処理、全処理、全処理からの、いいいい、コウモリしかいないよこっち。いいいい、めっちゃいいめっちゃいいめっちゃいい、来た来た来た。これ一発入れる、入れろよ、気合だよ気合。 OKOK。 ですね、これはペッカーで受けて、ファイボがあるんかな、結構小物が多いイメージがあるけど、ファイボがなさそうな顔してるよな、多分そうな顔してるん でギャングを切ったばっかだから、多分こっちに、いや真ん中アウトローか、ギャングいたわ、いた、全然いたわ。これでザップがあるならザップは使うはずなんで、よいしょ、いい、かきや、よし、抜け抜け抜け、なんで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 一発打って外れたんそれ。まあ、いや、あれは許容でいい、あっちの吹き矢は。オッケーオッケー、この位置にちょっと高めに出して、その迫撃を受けれるように出したですね、ペッカを。はいはいはい、いいよ、全然いい全然いい全然いい。よいしょ、きた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 、よいしょよいしょ、ガインが入るガインが入るガイン、よいしょ、オッケー、うまい、はい俺うまい、今のうまかったな、形作り。そう、ある程度許容して、今みたいにケツペッカから後ろにユニットをつけていってって感じですね。結構迫撃への勝ち方はそんな感じです。まあ言うてペッカは迫撃には相性悪いんですけど、今みたいに序盤めちゃくちゃダメージを抑える立ち回りをして、あんま攻めすぎないようにするのが大事ですね。ちゃんと攻めすぎて2ぐらいエリアで取られると、上手い人は端前に迫撃を置いてくるんで、攻めすぎないように序盤は立ち回ってダメージをできるだけ抑えて、終盤許容できるダメージを増やすですね。今みたいに迫撃と穴掘りを許容して、1000ダメージぐらい受けても大丈夫なタワーにしといて、それでケツペッカーでカウンターしていくって感じですね。
じゃないと迫撃とかは小物が多いのと防衛で迫撃出された時に硬すぎて迫撃とアウトローが突破できないんですよ。なんでなんだろう、じゃんじゃん手札回して端前でなんだろう攻めるってよりかは割とケツペッカして後ろにユニットつけた方が、まあジャイとかゴレみたいな感じですね。割と2倍タイム入って後ろからケツゴレするみたいな感覚でケツペッカをして相手のタワーをぶち寄った方がいいですね。まあ小物デッキに対しては今みたいにそのペッカの後ろにベビドラつける形が単純に強くて、アウトローとかがいるじゃないですか。そいつにポイズンを打ってまあプリンスがの方がちょっとだるいかもしれないんですけど、まあアウトローにはちゃんとポイズン打って後ろのガールをしばき倒してあげて、であとは相手は小物しか残ってないから防衛迫撃か防衛穴掘りで苦しい苦しいと、で防衛穴掘り使わせたらまたケツペッカできるんです、相手が攻められないからっていうサイクルを作って相手が攻められないタイミングでケツペッカをして形を作るっていうのも割と大事ですね。ってことで割と結構ね試合中は今みたいにその解説してやる余裕がなかったんですけどね、まあぜひそこら辺をまあ見ていただければなと思います。ってことで、今日この辺で終わります。久しぶりに生マルチ勝ち越した気がする。終わります。お疲れ様でした。